to waste my life. Just keep on moving, it's a climb. I trust myself, yeah, I'm alright. Nobody can bring me down. I'm so lifeless, leave them this. It's my business, no matter what they say. I don't care. Everyone makes mistakes, just trying again. On a job will be my name. No pain, no gain. We change it to the test. That is the going on. No one knows who we win. Oh, let me tell you now. これを言いましょう。ケイチョン結婚おめでとう。いやめでたい。いや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 本当に本当に本当にね。まさかのと言いますか、はい、前回やってその間でご結婚されるなんて、はいはい、いや私もまさかとは思いましたが、はいはい、人生には3つのまさかがございますもんね。もう誰もが言うようなまさか、はいはいはい、ね、はい、上り坂下り坂、はい、そして今回のご結婚まさかでございます。本当だよね。ありがとうございます。ありがとうございます。え、何歳差でしたっけ。まあ年にして、まあ、数字にして31個下でございます。31アイスクリームと覚えてください。まあまあ、まあ、そこはちょっと31さんに申し訳ない。31個下すごいよね。これはあれなんですか、やっぱりあの違法なんですか。でしょでしょ。法律的にどうなんですか。超陰行でしょ。超陰行。超絶な陰行。なそんなことではない。陰行婚。向こうも23、まあもう今年になったらもう24ですから、はいはいはい、年女ですから。いやいやいや何も全然もう普通でございます。最初その年齢差びっくりしたんですけど、はい、でもあの、はい、奥さんのキャラクターとかを踏まえると、うん、すごく合ってるのかなっていうのは。なんかあの年齢でしっかりお笑いのできる人ですし、さあ本当その通りで、なんかいい意味でなんか素敵な結婚だなと思ってます、はい、ただね、結婚して、はい、ひよったな。あれどういうことですか。ビビってんのかな、うん、なんかあの結婚生活が破綻するのかとかいろいろ考えてビビってんの、うん、俺なんか悲しいわ。どうしたんですか。まあ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 今日なんてもう一番マックスの時に、はいはい、一歩出しますから大丈夫です。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。それは最悪だ最悪だ。いや言っててやらないですか、うん、いや言っててやらない。あの違うんですよ、見ますよ。さっきあの楽器が来たんですよ、うん、はい、ほんでねたまたま今日ね、うん、小田裕二さんが、うん、あのドラマの収録で いてらっしゃるから向かいのそう、ほんでそのね回してる最中にケイチョンこここそ凸じゃないですか。僕は振ったわけですよ。確かにね、うん、振って、うん、俺がまず行きますからと一緒に行って、うん、俺がドアの前でケイチョン封鎖できませんって言うから言うからいいけるいける、うん、でそれを押し切って、うん、ケイチョンカルタっていうのを、ね、配りに来たんですよ、うん、もうグッズがあるんですよね。あの、ま、全く入れないもんですよ。本当だね、うん、それを喉元にこう突きつけてね、うん、こうってね小田裕二さんの首元にこう突きつけて、うん、あのセリフっていうことを言うわけですよ、うん、なるほどと思って小田裕二さんが、うん、ずっちーなーって言うたらもう勝ちでしょ。勝ちですけど、はい、そんなもんできるわけないでしょ。あんだけガタイのいい人たちが何人もおられて。あでも取れ高やばいですよね。取れ高やばいでしょ。慶長チャンネル1000万再生いきますよそれ。いきますよ、うん、ずっちーなまで引き上げたらできるかもしれないですけど、はい、無理です。ひよったひよった。結婚のせいですわ。離婚しましょう。早い早い。離婚って言って奥さんが、うん、ずっちーなって
もう完璧ですよ。そこで繋がるんですね。小田さんと繋がるんですよ。ありますから。いやいやいや。ひよらずお願いしますね。はい。ひよらず任せてください。お願いしますよ。でもひよらないイコールなんか出すってことじゃないですからね。ケイチョンがチンチン出したら俺はもう肛門パッと。いやダメです。昭和すぎる。昭和でもないよ。今日のゲスト令和だから最悪の結末。そうか。あと平成が似てちゃうんだね。昭和でしょ、そのなんか物を出すっていうのは。そうですね。まあ、まあ困ったら。まあまあ昭和肛門も出てたもんね。あのまあまあ、モザイクをかけたら OK と思ってたから、ね、はい、ダメですからね。あ、ダメなんですね。もうゲスト待ってますから。あの今回初じゃないですか。 お二人ゲストっていうのは。本当だ。そうか、そう。いやでも今日はね、もう二人、はい、ね、うん、もうならではの息のね、相方というか、はい、それが受けてるコンビなので、はい、呼ばせていただいてよろしいでしょう。それでは行きたいと思います。本日のゲストはこちらの方々です。どうぞ。はい、お呼びいただいてありがとうございます。ありがとうございます。すごい。いやすごい。暖かっ。暖かいですよここは。こういうの初めてなんですよ自分たち。あ、そうなんですか。なんか音楽番組とかは出させていただいたことあるんですけど、こういうトークみたいなことを初めてで、うんうん、じゃあスタジオトークで観覧ありみたいなのは。いや初めてです。完全に初めてですね。なるほど。でもなんか見た感じ表情柔らかいから、うん、やりやすいです。あ、よかったよかった。みんな優しい顔、みんな優しい顔、めちゃめちゃ味方ですからね。え、睨みつけてくる人いませんもんね。やだな、いたら。宮迫さん睨まれたことありますもんね。何回もあんな。それこそあの闇営業の記者会見の時、200人ぐらいはずっとあれ経験してるからね。怖いよ。そうそうそう。じゃあここもアットホームですね。アットホームですね。よかったです。もうこの2人の魅力をね、もう存分に伝えたいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは説明していきたいと思います。お願いします。いやー今日はね結構ね大変だったんですよ準備が。いや自分たち何も聞いてないんで。そうですよね。もう打ち合わせとかもないんですよ。おお、そうそうそう。もうここ来て座ってやりましょうみたいな感じだった。そうそうそう。座る位置も分かんない。分かんない状態だから、何も知らない。なんかだからもちろん見たことはあって、うん、あのなんとなくすごくハッピーな人たちだった。いやそう本当に合ってる合ってる。そうでしょ、うん、でも細かいその人となりで分かってないので。知らないでしょ。そうだから今日めっちゃ楽しみなんですよ。いやこれはね、うん、めちゃくちゃ面白いと思いますよ。うわ楽しみ、いやなんで大変だったかっていうと、うん、キャリアが長いからですよね、うん、だからそうですね。動画の本数もめちゃくちゃあるじゃないですか、うん、ありますね、うん、だからそれが結構ね大変だったんですけど、やってみてめちゃくちゃ面白いんで楽しみ、ちょっと説明させていただきたいと思います。お願いします。それでは早速参りましょう。 Today's Winner ゲストはスカイピースのお二人でございます。お願いします。いやこれはね、いや本当にそのね、あの芸能人のゲストの方と YouTuber のゲストの方といるんですけども、まあ、前回ねコムドットの大和さん、はい、ね、出ていただいて、その大和さんが次ね YouTuber でこのウィンウィンウィン出るなら誰ですかねって言ったら指名されたのがスカイピースの2人。ありがとうございます。ありがとうございます。繋がってるね。あれご覧になったりしました？なりました、なりました。あ、見ました、見ましたし、うん、その大和から LINE でも、うん、推薦しときましたよみたいなこと言われて、うん、嬉しいっすけど大丈夫かって俺たちで。そうなんですか、うん、俺たちだってもうそんなもう全然人気ないですし。そんなこと言わないでください。めちゃめちゃ人気ありますよ。全然ないですよ。めちゃめちゃあります。そうです、スカイピースさんでないんだったら隣はどうしたらいいんですか。もう両隣どうしたらいいんですか。どうしたらいいんですか。あの隣って言ったらこっちに1回目カメラが来るから、はい、両隣って言ってください。両隣にしたらどっちかって3と4のカメラがこっちってなるから今集中でバッて山さん来ましたね。すいません、いやスカイピースでどうしても来ていただきたかったね。このお二人をして私はこういう歌って騒げる青春コンビ。おいおいおい、あーいいわ、
すごいわ。青春ね。いつもキャッチコピーつけてるんですけども、嬉しいです。大丈夫ですかこれで。全然 OK です。あ、よかったよかった。全然 OK です。まあここに結構キーワードがね含まれているわけなんですけれども、今回構成としてはですね、まあまずですね、このね僕のチャンネルも含めてなんですけど、まあ20代以下の方よりはですね30代以上の方もね結構多く見てくれてるので、はい、どちらかというと基本情報から知らないという人のためにもね、はい、あのどういう人なのか教えさせていただきつつですね、2人の歴史、ここめちゃくちゃ面白いです。はい、そして3番炎上の研究というね、わーすごい、そう動画で語ってくださったもん、ね、そうですよね、うん、そうそうそう、これも含めてちょっとやっていきたいかなと思っております。まずスカイピース基本情報なんですけども、2016年7月に開設したということで7年目に入りますか。じゃあそうです、6年経って7年目で、はい、そうですよね、はい、7年目って長いんですよ。だから、ね、言ったら僕は2019年の4月なんで今年4年目ですかね、うん、はい、宮迫さんもっと後ですもんね。もう全然後ですよ、まあ、2年、うん、2年経ちょいですかね。2年ちょい、はい、だ山下さんも本格的にやったのか、ね、19年の、うん、暮れですから、うん、だから16年だったら、うん、カープが3連覇する時の、優勝した年ですね。16、18、3連覇、うん、カープ情報、うん、カープ情報いいです。あ、ね、7月はちょうどカープ、全員がカープファンじゃないから広島放送じゃないんで。違うんです。あ、そうですか。違うんです、はい、鈴木誠也の神ってるのあたりですね。だから違う。ありましたよね。それはありました。神ってるのは変。それはありましたね。その頃から7年目、はい、これね、7年目って YouTuber の中でも結構長い方といいますか、うん、新世代と言われる人たちがね、はい、もっと後から、うん、あ出てきてますから、うん、結構もうねベテランみたいな扱いされるんじゃないですか。そうですね、うん、結構やっぱ自分たちが YouTuber 始めた当時って、うん、YouTuber っていう言葉が浸透してなくて、うん、で昔に言われてたのが、うん、なんか動画投稿系男子だとかって言われたりとかしてた時代もあって、っていうところだったんで、うん、ほんとこんなにいろんな YouTuber が出てくる前だったんで、うん、そうですよね、うん、あれ YouTuber が流行語みたいなね、ああいう風になったのってもうちょっと後でしたっけ。18年9年ぐらいじゃないですかね。そうか、18年9年、だから始めた時はまだね YouTuber って言葉もなかったと、うん、そんな中からですね現在登録者数すごいですよ、467万人すげえなこれはね、あくまでもこれ収録の12月時点で、うん、だからもうこれはすごいことなんですよ。でその上でですね、特徴的なこと、これね全く知らない方に覚えておいてほしいのが、 YouTube 活動とこれ音楽活動、これのねダブルの功績があるってことなんですよ。これもね、まあ言ったらちょっと曲出してるとかね、まあ、歌ってみたとか宮迫さんもやってますよね、はい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 、でもそういうことじゃなくてもうアーティスト活動としてがっつりライブとか、うん、あとメジャーデビューとか、なるほど、そういうところもやってるっていう、うん、結構ですねそこがですね特徴的だなというふうに思ってます、はい、これも、まあ、珍しいんじゃないですか。そうですね、 YouTube と音楽活動両方やってるっていう人がいなくて、うん、で自分たちはもうアルバムを4枚出してて、すごい、そうなんですよ、全国ツアーももう 3,4 回してて、うん、で武道館でもライブを、すごいっすよ、武道館 でやらさせていただきまして、めちゃくちゃすごいでしょ。 ちなみになんですけど、はい、あの初アルバムをリリースします。私もいつですか今年です。今年1月に1月中に出しますので、よろしく、セカンドプロポーズというのをちょっと、いいじゃないですか、めっちゃいいタイトルね、セカンドプロポーズセカンドプロポーズってあのオフホワイト事件の話ですか。違う違う違う全然違う、違います、もう奥様に対する気持ちを、まあ、カバーアルバムなんですけど奥様に対する気持ちを込めて、よかった、奥様以外の方じゃなくてよかった、奥様以外の人なんてなんもそんなことはなかったとは言わないんですね先生あどうしたんですか。それでしたら、はい、まあね、スカイピースさんも一応 YouTuber と音楽活動のダブルじゃないですか、はい、私ケイチョンの方もですね、はい、まあ、ケイズというバンドを組んでて、はいはい、フェスをね、フェス、ケスですかね、はいはいはい、フェスという名のケスっていうのも、うん、まあ、全国でこう4カ所ぐらいいろいろやってたりして、まあ、やってます、武道館を目指しているというところはまあちょっと一緒なのかな、皆さんの
並ぶにはちょっと小さすぎます。いやいやいや、登録者数に関しても、はい、我々ケイチョンチャンネルは50万人を目指しております。目指してるんですよね。いやすごいですよ。すごいですすごいですけど、なんか言うてることが違うわ。なんかあの、はい、東大の赤門前でその赤門くぐって「いや東大入った」言うてるやつと一緒。そうですね。俺も一緒っていうね。確かに。でしかもですね、俺、我々がなぜスカイピーさんのことを知るべきなのか、うん、30代以上にね、ぜひねスカイピーさんを知っていただきたいのは、うん、ここなんですよ。レジェンドと新世代のこのダブルをねやっているという。はいはいはい、はい、もうすでにね我々ね芸能人からするとですね、うん、まあ、芸能人って言い方もあれですけど、うん、芸能人 YouTuber と分類される我々からするとですよ、はい、40代以上からすると言ったらですね、ヒカキンさんとかヒカルさんとか、うん、まあ、30代前半ですけども、彼らはもうすでにレジェンドって言われてるんですよね。はいはいはい、その上で新世代と言われる20代前半の人たち、その間の世代として2つの架け橋になってるので、なんとですね、私はこう言いたい。スカイピースさんを知れば YouTube の歴史が分かる。おお、確かに分かる。歴史が分かる、そんなに。確かにですよ。やっぱでも全然時代がね違うから、うん、ここのね話今日はいっぱい聞きたいなと思うんですよね。うん、はい、確かに。そして今年これですね、2022年に初の大炎上を経験したと。これもねやっぱ知らない人多いと思うんですけど、若い人でこれを知らない人はいないですよね。そうですね、スカイピースのファンのみんなとか、うん、スカイピースの周りのコムドットのファンのみんなとか、うん、っていうあたりはもうみんなが知ってることですね。誰しもが知ってるスカイピースは今年大変な目にあったと。大変でしたね。大変だったんですよね。大変でした、ね、初なんだ。そうですね、そのチャンネル登録者数とかが減ったりとか、うん、はいはいはい、再生数が減ったりとかっていうのが炎上すると起きるんですけど、うんうんうん、そういうことが起きたのがこの7年目で初めてでしたね。あーでも初やった、もうそんな俺全然大丈夫やな。えどうしたんですか。ずーっとタメ口ついてるから。確かに、もうずーっと火がついてるから。確かに、回したらすぐバッと超えるから。なるほどね。あれ闇営業の以降もずっとね、ずーっとタメ口左までずーっと歩いてます。左までずーっと炎上の向こう側を経験してるからね。すごいですねそれ。そうですよ、だからそういう意味でもね、この宮迫さんも山本さんも大変な目にね会いましたから、ちょっとまあ何か考えるとか思うことあるかもしれませんので、スカイピースにねぜひ何か伝えれることがあったらなというふうに思ってます。そうですね、はい、さあそんな中基本情報を見た上で僕が一番ね伝えたいという2人の歴史、これについてね伝えていきたい。5ブロックに分けました。はい、ちょっとねここが面白いなと思うところありますので伝えていきたいと思います。まずはですね、おろろろ、これ最初から最初からコンビじゃないんですよね。そうなんよ、これね言ったらお笑い芸人でいうと幼馴染だとか、うん、養成所で出会ったっていうのはまあ結構典型的なパターンなんですけど、うん、このスカイピースが我々世代にとって最も面白いのがその出会い方なんですよ。ほう、どのようにして出会った2人なのか、ここが俺はめちゃくちゃ面白かった、うん、それ何か、まずですね2011年、これジンタン、これね、はい、ジンタンの方で手を挙げていただけるね、はい、ジンタンでございます。このジンタンの方がですね、うん、あもう下ろしていただいてありがとうございます、はい、真面目なんですよジンタンね。あずっと挙げてるってね。いやこのジンタンの方が、まあ、高校1年生の時ですね、うん、ニコ動にニコニコ動画ですよ、動画投稿サービスに投稿を開始したのなんともう高校1年の時なんですよ。早い、そう高 1? そう、これ早くないですか宮迫さん。早すぎるね。高1の時から漫才とかコントとかやってました。やってない、やってない、あの、まあ、サッカー部やったんでサッカーばっかりやってたんですけど、はい、あの走ってる途中にあのピストルで頭撃たれたやつとかやってましたか。ちょっと面白学生ではあったんですね。そうそうそう。面白いことやってるんですけど、やってはいたけどアップロードの術がないじゃないですか。もう仲間に見せてるだけやから、うん、その仲間に見せるんじゃなくてまずもうネットに出しちゃう。これね最初の歌ってこれで合ってます。合ってます。合ってます。あ、よかった。びっくりしました。まさか出ると思わなくて。あ、ここを掘ると思わなかった。お、一個って多分テオ君知らないと思います。多分知らないです。テオさんこれ知らないんだ。うん、知らないです。これはですね、2011年の4月3日にニコ動に投稿された、うん、言ったらニコ動で、まあ、流行ってる歌をですね、歌ってみたという動画になりますかね。うん、はい。で、この頃ですね、もうすごくね、俺がいいなと思ったのが、この文面なんですよ。概要欄に高校1年生のジンタンはこういうこと書いてるんですよ。痛いの分かってます。クソな歌声ですいません。全然ミックスできません。そして動画も作れません。とりあえずミックス資産募集です。
こんなクソな私にミックスしてくださる方を募集します。自分は高校生なのでできれば年が近い方をお願いします。アップロードめちゃくちゃ丁寧にやってるんだよ。ちょっとはずい、まずいね。だってみんなこうしてたらね、そう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 、熱い熱い熱い、まさか今日出ると思わなかった、これが。いやでも思わなかったです。俺ね、やっぱり原点に人柄って出ると思うんですよ、うんうんうん、これテオさん、こういう感じっていうか雰囲気っていうか、やっぱジンタンっぽいなと思いません、はい、もうジンタンは出会った時からこんな感じで。あ、やっぱそうなんだ。この動画は知らないんですけど、うん、この動画出して叩かれてたことは知ってます。そうなんですね。やっぱりこう言われて、うん、自分は投稿した時とかも、うんうん、もうやっぱり生放送とかをしても一人で、一人が来て喋り始めたらそれがゼロになっちゃってまた黙るみたいな、そういう下積みを経験してて、でやっぱりニコニコって結構厳しいところはあるんで、それで自分が出した時にそういっぱい叩かれたっていうことを知りましたね。え、これって出した時にどういう気持ちで出して、で叩かれたってどういう状態だったんですか。まあ、それ言うなればこう自己防衛なんですよね。これね、分かってますよみたいな、保険ね、保険をかけて投稿して意外といいじゃんってコメント待ってたんですよ。あ、なるほどね。かけといてね。そうそう、かけといて、うん、なんで意外といいじゃん、うまいじゃんみたいなの待ってたんですけど、うん、めっちゃ叩かれて、びっくりして、でしかも、うん、その当時、まあ、今ならまだ結構 TikTok だとか SNS 流行ってるんですけども、うん、自分が高校1年生の頃って、うん、全くそういうのが流行ってなくて、はいはい、だからこう自分の歌声をどこか動画サイトに上げるっていうのが、うん、結構ハードル高かったんですよ。へえ、誰でも今 TikTok にアップロードするよみたいな時代じゃないから、うん、そうなんですよ。じゃあ早かったというか、いなかったですね。なんでもう高校でもニコニコ動画に投稿してることはもう隠してました。これね、隠してこっそりやってんのよ。この歌詞でそのどう叩いてくんの、うん、もうその保険かけんなよとか そんなこと言ってくるってこと。いや、もうとりあえずもうニコ動のコメントもう本当に冷たいんで、うん、下手の2文字です。あ、そういうこと。下手な、もうどこが下手とかない、もう下手の荷物。でもね、これその時は下手ってなったかもしれないですけど、うんうん、今となっては、うん、ね、このスカイピースの伝説の最初の投稿だっていうことでファンの方が今はね、温かいコメントを流してますよ。そうですね、ね、あ、ジンタンの最初の投稿これなんだみたいな感じでね、うんうん、これ非常にね、聖地巡礼として見るの楽しいなと思うんですけども、うんうん、この頃面白いのがですね、2011年ってね、実はね、ちょうど僕もよく覚えてる年で、うん、この年ね、うちの相方がブレイクした年なんですよ。ほう、チャラ男っていうキャラクターで、はいはいはい、はい、でそれにも絡めてですね、ジンタンがですね、こういう、すごいわ、あら、かわいいじゃん、よく調べてる、調べてる、マジで、よいしょ、まるまるまる藤森じゃん。完璧パクリ？完全にね、あ、これね、パクリというよりは、うん、そのチャラ男が流行ってるから。チャライというですね、うん、そのキャラクターを演じてラップしてみますと、おいうことなんですよね、うん、これってどういう感じだったんですか。いや、これやっぱその当時、うん、流行ってたものをラップアレンジするっていうのが結構流行ってて、うんうん、でその当時本当にそのチャラ男ラップっていうのが流行りだした時に、うんうん、ちょっと自分もやってみようと、うんうん、彼女もいないやつがですよ、うん、そういうやつがですね、チャラ男ラップをしてみて、で、うん、この時初めて自分の動画が評価されたんですよ。へえ。今までもう下手とか、うん、もう投稿すんなとかって言われてた自分が初めて面白いじゃんみたいな、うん、コメントが来たんで、すごいこれ印象的ですね。はあ。これ非常に今のコメントね、いいなと思うのが、うん、でさっきのシンプルに、まあ、言ったら歌を上げたんですけども、うん、今回ねバンって受けたのはこれラップっていうところと、はい、ネタっていうことですよね、うん、面白さとラップ、これを載せた時に、はいはい、初めて評価されたんですよね。そうなんですよ。でこのね、ジンタンのこのね、面白くラップにアレンジするっていう才能がもうここで実はね開いてるんですよ。うん、動き出した年にですね、もう高校1年生で自分のキャラクターを少しずつ掴みつつある。そこにまさか私の相方が絡んでる。まあ、ね、ヒントをね、そうヒントを得てるってことね。だから感度が高いよね、うん、そうなんですよね。そしてそこからですね、さっき言ってましたよね、こっそりとね、クラスに隠れてやってたんだと。ただそれがね、うん、バレる日が来るんですよね。そのバレる動画がですね、初めて顔出しをした動画なんですよ。
ここ顔出てないですよね。それがですね、いきなり突如として顔出しの動画を上げることになります。今まで歌い手さんで顔を出すタイプと出さないタイプがいるとして、うん、出さないタイプなのかなと思いきや、ある日突如として上げるんです。その動画がこちらでございます。おっとっとっと、夏祭りの歌のラップをするということで、神社とか公園とか部屋の前でラップを突如としてやるんですよ。本当にこの少年、この少年の未来明るいでしょうか。ちょっとやらかし系じゃないですか。やばいですよ、やらかし系じゃないですか。まだこの時点では彼が武道館に行くこと誰が予想できた。だね。え、これをね、もうあのアップロードしたら見つかるかもっていうのはなかったんですか。いや、でも正直あの再生数とかも全然なかったんですよ、その当時。本当に1000再生いったら大喜びみたいな、だったんで、まさかバレることはないだろうなっていうふうに思ってたんですよね。それがある時声かけられるんですか。そうなんですよ、あのクラスの男の子に、まあ、僕藤枝って言うんですけど、え、これって藤枝だよねっつって、この動画見せられたんですよ、これ。最悪。これ出されるんですね。もう血の気引きましたね。これですからね。でも最初は一回しらばっくれたらしいですね。そうなんですよ。最初は違うよみたいに言ったんですけど、うん、やっぱりもうごまかしきれなくて、もう言いましたね。そっから、あ、これ俺なんだよねって言ったらどうなるんですか。スターになるんですか、それともなんかいじられるんですか。いや、でもその友達結構優しかったんで、応援してくれたんですよ、割と。でも俺親で息子のこれを見たとしたら、コンコン、ちょっと話そうか。怖っ。そうなんですよ。なるよ、これを見てしまうとね。だからもうマイクの機材とかも家にあったんですけど、勉強机の棚に隠してたんですよ、バレないようにね。あ、そうですよ、親にも言わずに、言わずにやってたんですよね。うわ、しかもやっぱネットで顔を出すことってやっぱり、まあ、今はあれですけど、7年前とかもっと前なんで、これ、その時はもうダメだよっていう時代だったんで、まあ、なかなかリスクがあった。そうなんですよね、相談せずに。だからその初めて投稿したの高1で、高2で初顔出ししてということで、いや、すごいんですよ。だから若き日からもうやってるという、発信行動をやってるんですよ。じゃあ一方、お待たせいたしました、テオさんね、え、今日ずっとジンタンで行くのかなと。ああ、ね、そうっすよ。そうじゃないです、このテオさんもすごいんですよ。テオさんが投稿していたのがバインなんですね。そうですね、あの高校3年生の時にテオさんはですね、このバイン知らないですか。知らない、全く分かんない、知らないですか。聞いたことない、怖い、聞いたことないですか。怖い、これ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 、今味するわ。いや、だからこれぐらいギャップあるんですよ、だから世界はもはや分断されてて、50代男性はバインを知らないんですよ。知らない。いや、もうバインで絶対やったらあかんけど、もうもうこれこれしそうだよ。ケンさんやめてよね。ケンさんの方がね、ドリフターじゃないんですよ。そっちが浮かんじゃうから。違うんですよ、バインをやったことがあるないじゃなくて、バインをそもそも知らないっていう。知らない。今はないでしょ。今はないです。そう、そこもポイントなんですよね。なんじゃろう。実はこのバインは、めっちゃじいさん、バインめっちゃじいさん、めっちゃじいさん、めっちゃじいさん、ちょっとじいさん、ちょっとちょっとじいさん、なんじゃろう、めっちゃじいさん、いや、バイン知らないはめっちゃじいさん。本当？いや、若者からすればそうですよ。ちょっと待って、じゃあここめっちゃじいさんばあさんなのに。簡単に巻き散らさないで。ああ、そう。いや、あ、でこれね、バインっていうのはどういうものかというと、はい、6秒動画でしたっけ。はい、このバインで6秒でどう面白くするのかっていうね、おう、これやっぱりものすごいテンション高いんですよね。ものすごいテンション高いです。いや、俺もね、やっぱりバインあんまり見てこなかったから、ちょうど2013年とかはやっぱその仕事して、結婚して子供生まれてみたいな年なんで、ね、出産しましたってバイン見てる場合ではないんですよ。そうですね。だからあんまり知らなかったんですけど、めちゃめちゃテンション高くて、大体絶叫してますもんね。絶叫。その大人からするともうほぼ叫んでるに近い声量で、すごいスピードでオチをつけるんですよね。そうですね、6秒しかないんで。6秒でオチつける。起承転結を6秒以内に。想像6秒でそれが
成立することが想像できへんの。あ、本当ですか、うん、あのね、俺が面白いなと思ったのは、あの高音を出すと死ぬ人っていうありましたね、ネタがあって、高いキー出す歌があるじゃないですか、ボディーガードの歌とか、はいはい、いろんな歌があるじゃないですか、で来るぞ来るぞって言って高音来たら死ぬっていうのを何人も見せていくんですよ。突き抜けれドゥンエンイ、それとかは面白いんですよ、はいはい、ですね、まあ、さっき言ってた俺が高校の時やってた走ってる途中に頭打たれる人みたいな、そう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 、そういうことだ。確かに確かに、それを撮ってたらいいんだ。そう、それを6秒で撮るみたいな。は、うん、はい、この時はもうバズってたんですか。あの、うん、自分結構こう早めにバズって、うんうん、それこそこう相方はこう下積みがあって生放送を始めたら0か1みたいな感じだったんですけど、うんうん、自分はもう生放送を初めてやった時から60人ぐらい見てくれるぐらい人気にはなってましたね、うんうんうん、早いんですよ。なるほど。テオさんの方は倍でもうこのにヒットした動画を集めてそれをアップするぐらい、もう、ね、初めてすぐだからヒットしたっていう感じですよね。そうですね。ところがね、また時代が動いてくるんですね、うん、まあ、だからここすごく面白いのが、うん、ニコ動の投稿者とバインの投稿者だったってことなんですよ。なるほど、うん、そういう2人がまだ出会わずにいます、うん、そんな中で2015年8月にですね、ジンタンがですね初めて YouTube を投稿するんです、うんうん、それがこれ。そうですこれ初投稿って誰しもがクオリティ低いじゃないですか YouTube って、うんうん、俺でもね、その公園でなんか喋ってるみたいな動画なんですよね、うん、山本さんなんてもうひどいもんでしたね。いや、まあまあひどいっていうかね、もう本当にただの、まあまあ、見る影もないって言った、見る影もそうよ、そうひどいっていう、ホームビデオ。ところがこの2分のぼっちでディズニーに行った時のことをラップにして歌ったはめちゃめちゃクオリティ高いんですよ。わー、ありがとうございます。初っ端で、初っ端からなぜかというと見てください、4年の下積みがあるから。そうか、芸歴4年目の芸人って言ったらちゃんとしたネタするじゃないですか、うんうん、これはねなかなかにクオリティ高いんですよ。このニコ動から YouTube へってのはどういうきっかけだったんですか。もともとニコニコ動画って、うん、あの登録しないと見れなかったんですよ、うん、そうでしたっけ、うん、そうなんですよ、うん、でこうバインとかちょっとずつ YouTube とか出てきた時に登録しなくても簡単に見れるっていうのにすごい魅力を感じてて、うんうんうん、でやっぱりニコニコ動画より YouTube の方がやっぱりいろんな人が見てくれるんで、うん、再生回数でもやっぱ増えやすいんですね。うん、っていうので YouTube に投稿しようと思って投稿しました。そっか、 YouTube 盛り上がってんな、いいなって思ったんだ、うん、そうなんです。だからこの時はニコニコと YouTube で一応同時投稿してたんですけど、うんうん、YouTube の方が再生数あったりとかっていうのがありましたね。へー、あ、じゃあもう並行して始めたよという。だから2015年ってちょうどそういうタイミングなんですね、うん、スマホとですね 5G が普及してね、うんうん、それでまあもうね YouTube っていうのはだんだん市民権を得ていった中でしたね。そんな中、はい、ついに2人が出会います。来た、やっと来た出会うまで結構時間使わせていただきました。長いですよ、長くなりますよ、うん、長くなります。やっと出会うからね、やっと出会うから、ね、やっと出会うよ、ね、今日はもう大河ドラマだと思って見てたみたい。そうですね、すげーな歴史が、ね、出会ってからも7年ありますからね。そうですかまだ出会う前ですからね、うん、はい、その、出会うのがですねこちらですね。9月にですね、ジンタンとテオさんがですねツイッター上の動画で会ってますかね。これバインなのかな、はい、バインではなくツイッターですね。ツイッターですよね、はい、ツイッターとバインを並行してやってたテオさんが、あの3代目 JSOULBROTHERS があのポッキーのお菓子の CM でキャンペーンでやってたシェアハピダンスっていうのがあるんですよ、はいはい、それをやってみたっていうのを投稿したんですよね、はい、これが結構バズりました。そうですね、これの時に、まあ、映ってる、うん、あの宮川くんとモモキンコっていうのがいるんですけど、はい、あの宮川くんがその共通の友達だったんですよ。これが宮川、あ、そうです、はい、が自分とジンタンと共通の友達で、うん、でその時にジンタンも一緒に誘おう、うん、みたいな感じで、左3人はバイナーなんですよ。あ、ここバイナーなんだ。そうなんですよ、はい、バインを投稿してた人がバイナーって呼ばれてて、はい、でバイナーでジンタンがニコ動だったんですよ、うん、だから会うことはなかったんですけど、うん、あの宮川くんがニコ動もやってたんですよ。あ、兼用で、はいはい、ニコ動とバインを両方やってたんで自分とジンタンとつながってて、うん、でそれで初めてここで4人揃って動画撮ったって感じですね、うん、なるほど。モモティンコ、そこはいいでしょめちゃめちゃ気になりましたよね
スルーしたんだからさ、モモティンコスルーできないでしょ俺がスルーしたの見てたでしょ、うん、なんで俺がモモティンコなんですよ、話が入ってこないんだから今大事な出会いの話してるよ、ね、モモティンコがずっとあるから俺何だったらモモティンコカットしようかと思ったんだから今日お見えにならないの？ならないよ。なんでモモティンコ上から出てくるんですか？どっかで 見られてる。モモティンコいないよ。どこティンコ？いない。いないですね。モモティンコはいいんです。いようか迷いましたもん。ね、そうですよ、ね。モモティンコは迷いましたよ俺も。大人の前でモモティンコはいいのか？モモティンコいようか迷いましたもん。でもちょっといますからね。いますから、はい。ここで出会ってて、だから最初は実はコラボなんですよね。最初はね、組んでないんですよね、うん、ここも面白い、うん、その上でですね、またちょっとですね、うん、私の方に近づいてくるというか、うん、触れる瞬間が翌年、はい、2016年、はい、ジンタンがですね、ニコ動でパーフェクトヒューマンのオタクバージョンをやってくれるんですよ。ヘアバージョンやっていただきました。スマホでもう本人にこう紹介していただけるってね、すごい。だってチャラ男のラップをやって、うん、その後にね、こう5年後にパーフェクトヒューマンをやって、うん、そしてさ、今これを目の前で解説するというすごいな、すごいですよ、すごいんですよね。さっきの彼の顔もう一回見ときますか。ここスタートね。あらららら、そうなんですよ。ここからですから。アスレチックの上ですよ。駆け上がりましたよ、本当に。夢ありますよね、うん、いやだからね、僕もすごく嬉しかったんですよこれ、うん、で僕のその、まあ、久々にパーフェクトヒューマンの動画とか見たら、その時 YouTube をねやり始めたジンタンがコメントしてくれてるんですよね。あ、うん、知ってました、知ってれば、そう、思いました、はい、すごくかっこいいこの曲っていうことをコメントしてくれてるんですよ。うわすげー。でしかもこの時ね、これがパーフェクトヒューマンがバズった時だったんで、うん、LINE ニュースに取り上げられましたっていうのと、本人にも見てもらえましたって書いてあるんですよ。ほう。で、ツイッターでコメントしてるの書いてるんですね、うん、で、うちの相方はクオリティ高い面白いって書いてて、うん、俺なんてコメントしたんだろうと思ってクリックしたらですね、私ツイッターのアカウント消してたんですよ。やつですよ ね、 そっか、中田はもうこのリンクの先にいなかったですよ。ないんだ。うわ、いやでもね、これもねクオリティ高いんですよ、うんうん、替え歌にしてラップもオリジナルで作って、しかもこれ秋葉でね、うん、で歌ってると、さっきもそうだったんですけど、この非リア充とかオタクとかっていう自分のキャラクターをネタにしてオリジナルラップを作るっていう芸風がもう確立してるんですよ、うんうん、そうですね。このヒリアとかオタクみたいなのは自分の中のキャラだなみたいなのっていつからできたんですか？いや、やっぱ中学校高校とモテてきてなくて、そんなに、うんうんうん、でそのやっぱりニコニコ動画とかを見てるんで、リア充爆発しろみたいなワードがあったりするんですよ。そうか、ニコ動の中の、まあ、なんだろうな、メジャーっていう。そうですそうです、うん、だからなんかちょっと自分たちをそのネタにしたようなヒリアっていうのを、うん、あの替え歌にすることによってこう視聴者が面白いなって思ってもらえるっていうふうに気づいて、うん、でそこで結構オタクバージョンだとかヒリアバージョンだとか、あと自分 AB 型なんですけど、うん、AB 型のなんとかだとか、うん、いろんな替え歌をするようになったんですね、その時。これヒリアとかオタクっていうのはそのニコ動出身だからこそ気づいてきたキャラクターだったんですね、うん、そうですね。ヒリアっていう言葉自体知らなくないですか？ヒリア知らないですか？知ってません？ヒリア、あのね、ヒリア知らないでしょ、うん、知らない。テオさん、この2人ヒリア知らないですよ。何ヒリア？めっちゃじいさんや。めっちゃじいさんですよね。たまたまだからさ、リア充に対してここでアピールするやんか、うん、俺らが踊せない時、はい、リア充に対しては、うん、土手で手つないでカップルの真ん中を自転車で突っ切るとかっていう、そういうことですね。そんなんやったもん。こんな動画投稿とかしないですもんね。なかったもんね。そういうことなんですよね。ヒリアは教えてください。そうそうそう、ヒリアを教えていただければ、まあ、進むんですか、うん、はい、あ、ヒリアを聞いてみましょう。ヒリアっていうのはこう略し言葉なんですけど、うん、でしょうね、はい、でしょうね。ヒリア充っていう言葉でして、あ、そういうことね。そうなんですよ、リア充の反対ですね、うん、でさっきリア充はギリ知ってましたもんね。ギリ知ってた、ギリ知ってた、うんうん、リアルが充実してるって意味でしたっけ、うん、そうです。リア充ももしかして知ってるよ。
危ない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 。嘘だ。リアルがね充実してるわけ。今聞いたから。それの非リア充っていうことで。まあ、それが非リアな。非リア。だモテてないとかイケてないみたいなそういうことですよね。はあ。さあそんな中ですね、バイナーだったテオさんも変化が訪れると。それがこちらと。はい、ついに YouTube 初投稿と、はい、これですよね、初投稿。初投稿これです。これなんですよ。いやもうやっぱさっきジンタンの初投稿が出てクオリティを言われたんで、うん、これの低さえぐいですこれに関してはすっごく低いんですよめちゃめちゃ低い。そうね、恥ずかしい。いや、バインで6秒の時はすごいクオリティが逆に高いんですよ、うん、実は、うん、テオさんは6秒動画はめちゃくちゃクオリティが鼻から高いんですね。ほうほうほう。もうすぐ反射的に何かやってオチをつけるのはうまいんですけど、そのテオさんがですね YouTube で3分の動画を上げる、何をするのかなと思ったらですね、全力でアポロチョコを食べるという。アポロチョコをただ食べる。そう、ただ食べる。で、全力ですから。もしかしたら6秒だったらなんか成立してたのかもしれないんですけど、はい、3分だとちょうど変なんですよ。変なんだ。ちょうど変なんだ。ちょうど変な。感想としてはやけに声が出てるなと思った。3分出しっぱなしだね声を。なんとか僕調べ始めた時、最初にバイナーだって僕知らずに、うんうんうん、テオさんの YouTube の最初から学ぼうと思って、はい、最初から YouTuber だと思ってたから、うん、これを見たらなんかすごい違和感があったんですよ、うん、なんだと。なんか YouTube としてのクオリティで言うとね、すごく訳が分からないんだけど、なんだか発信は慣れすぎてるというか、すごくオーラがあって声が出てて企画が全然面白くないという弱いよ企画。弱すぎるんだから。これはそうなんですよね、はい、だけどね、なんか見れちゃうんですよ、パワーがあって、うん、なんでだろうと思ったら、あ、バイナーとしての自信があったからなんだと。なるほどな。いうふうに行き着いたんですね、はい、でもテオさん、このバインから YouTube っていうのもさっき ね、はい、ジンタに言ってましたけど、時代の流れなんですか。これもジンタに勧められて始めたんですよ。あ、そうなんだ。もう出会ってますもんね、はい、この時点では出会ってて、うん、やっぱりこう動画でお金を稼いでいくっていう仕事をしたいなと思ってて、バインなんてそれこそ6秒でその収益とかがなかったんですよ。収益ならないんですね。はい、だから6秒動画を出してこうファンの子が増えたり認知っていうのは広がっていくんですけど、そこで稼ぎにはならなくて、そしたらジンタに YouTube 始めてみたらって言われて、 YouTube だったらこう収益化できてお金稼げるようになるよって言われて始めたのがこの1本目なんですね。あ、じゃあこれはもうね、お金を稼ぎたいっていう顔をめっちゃアポロチョコ食べたいっていう。そう、いや違う違う違う、もっと食べたいって顔、ね、アポロチョコ食べたい顔ではないですね。もっと食べたい。いや、これでついに YouTube を2人が始めることになったのがようやく2016年のね、うん、3月なんですけれども、はい、2人が YouTube 上でコラボするんですよ、うん、これがいい。ちょっとずつですねコラボするんですけども、そのコラボがどんどんとヒットしていきまして、うん、ついにですね、そのこの初投稿の4ヶ月後、何回目かのコラボで爆発するんですよね。それがこちらのマリオとルイージのラップ対決。これなんと現在再生回数3000万回超えてるんですよ、すげー。何すげーな。これすごいでしょ。すげーな。これはなんとまだスカイピースチャンネルですらないんですよ、うん、先ほどのジンタンのチャンネルにテオさんがコラボ相手として出たという、まだコラボ相手の状態だったんですよね、うん、まあ、もちろんその後ヒットしてみんなが見るようになったからこの数字でもあると思うんですけど、やっぱりこの動画って結構ヒットしましたよね。この動画、そうですね、それこそ自分たちがやってるのが再生数が伸びるだけじゃなくて、自分たちがやってるのをカバーするっていうのが増えたんですね。へえ、なるほど。流行りの元ネタになったんだ。そうなんです。だからさっきはパーフェクトヒューマンをやってたのに、そう、やられる側になったんだ。なったんですよ、ここで。っていうのが生んで、その、うん、二次創作がどん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 回ってって、これだけ数字が増えたって感じ、ね、なるほど。みんながやりたくなった。これめちゃくちゃクオリティ高いですよ。へえ。さっきまでアポロチョコを食べてたとはガムシャラにね、ましたね。覚えない、はい、しかもこれもうね、年季の入ったもうね、ニコ動でラップ、うん、ね、ものすごいうまいね。このジンタンわかるんですけど、このテオさんもうまいんですよ。へえ。
もともと歌とかラップとかやってたんですか？全くやってなかったんですよ。おお。でそれこそやっぱりジンタンを知ったきっかけっていうのが、うん、その宮川くんと一緒にこう動画サイトを見てて、はい、すごいクオリティ高いっていうのでこう友達になって知り合ったんですけど、うん、ジンタンはやっぱ作れるんで、うん、その一緒に作ろうって誘われた時に、うん、おや俺一回も書いたことないし、うん、歌ったこともないよみたいなことを言ったんですけど、うん、いや一回作ってみようみたいに言って、うん、作ったらむちゃくちゃ褒められて、へー、俺4年やっててこれだけどやったことなくてそれみたいなことを言われて、うんうんうん、そこであ俺これ作れるんだっていうことを知って自分で書きましたね。はあ、すごい、これ自分で書いたんだ。自分で書きました。でもそれってジンタンから見てすごいびっくりしませんでした？いや、やっぱり最初自分はもうニコニコ動画でずっと下積みやって、うんうん、全然慣れないラップとかをいっぱい書いてコメント欄で叩かれてそれでもめげずに頑張ってってやってこう成長してきたんですけど、うん、テオ君は初期段階からスキルがめちゃくちゃ高くて、はあ、それはその、うん、俺下積みやんのにこいつ天才じゃねえかみたいになった時にそのなんでそいつが天才なんだろうっていう謎は解けたんですか後に？いやでもこう長いこと絡んで分かりましたけど、はい、持ってる男なんすよ。気持ち悪いやん。いいな、気持ち悪いやん。その絡み方すごく好きですもんね。才能を見つけたぞっていう感じだったんですね。いやこれだからね、ここは本当に胸の熱くなるこのタイガードラマでいいシーンですよね。そのね、こう下積みをしてきてた人とね、こうバインでね、うん、その負け知らずで来たわけですけども、うん、YouTube どうしていいか分かんねえよという、うん、それがこれをやればいいんじゃないか、やったら才能あったと、うん、それでバチンって2人で手を組んだらもうバズっちゃうという、うん、負け知らずの状態。それでこの7月にこの結果が出たことを受けて、うん、ついにソロ活動時代が終わり、コンビ爆発時代に入ります。すごい、すごいね、すげー、いよいよ、こっからよ、いよいよね。さっきコンビが出会った7月、その7月にスカイピースを結成すると、これはそのどっちから言ったんでしたっけ？これ自分からですね。テオさんの方からやろうぜコンビでと、はい、そうなんですよ。自分がもうこの時点で仕事を辞めてて、うん、おもうまだその稼ぎが安定してない状態で、うん、バインとか YouTube だけで食べていくっていうために仕事を辞めてたんですよ、うん、はいはい、でジンタンは、就職が決まってたんですよ、うん、もう不動産屋さんに内定も、うん、もうもらって、うん、なんだっけ、入社式も行ったよね。入社式も行った、行ったんだ。おー、入る間際で、うん、でもやっぱりアポロチョコ食べてる時に気づいたんですよ。そのタイミングで、あそこで、あそこから気づいてたんですよ。あ、俺一人で動画やるの楽しくないってことに気づいて、誰か誘って一緒にやりたいっていう時に周りを見た時にやっぱり同い年で、プライベートで遊んでる時も波長がものすごく合ってて、でまあやっぱり自分が千葉出身で東京なんで、東京で遊んだらこうまたねみたいな感じで電車で帰るんですけど、これずっと一緒にいたいほど面白いなと思ったんですよ。はい、もう一人だったらアポロチョコの次チロルチョコとかクランキーチョコとか、ね、そうね、チョコでしか回せなくなっちゃうんで、そこでこれは一緒にいたいぞと、うん、一緒にやりたいなと思って誘ったんですよ、うん、これ最初にもう誘われてすぐ受けたんでしょ？断りましたね。まあさすがにこれがね、なんで断るんですか、天才なのに。マリオやったらあんな伸びるんですよ。いやね、やっぱり就職が決まってて、うん、でテオ君ってあのドラクエで言うとガンガン行こうぜの性格なんですよ、うんうん、でも自分は結構もう守り体制なんで、うん、高校出てで専門学校行って、うん、介護福祉士の資格もちゃんと取って、うん、素晴らしい。でそれで就職しようっていう、そのなんていうんですか、ちゃんとした安定レールを行こうとしてたんですよ、ね、ほう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 。さっきの秋葉ラップをやってる人とは思わない。何だったんですかあの映像は。あの時のね、 あれはあくまで楽しみだと、あくまでも趣味ですよと。趣味だったんだね。そう、お金も稼げないんだよ、それで。介護福祉の学校まで行って、はい、結局介護福祉の就職じゃなしに不動産屋に入る。そうなんですよ。そこもちょっと難しいんですけど、ちょっと、うんうん、そう、そこもなんか変えて、うん、
変えて、まあ、資格は資格で安定したいなと思って取ったけど、うん、そうなんです。でそこで、不動産も興味が出てきて、うん、でその介護を生かしたその不動産、うん、それ今高齢者の方とか増えてるんで、その自宅でこうなんかできるんじゃないかっていうので、ちゃんとしてる、ちゃんとして、本当にその不動産の方に行って、うん、もう本当に入社式も行って、うん、部長みたいな人ともちょっと挨拶して、うん、よろしくお願いしますみたいになったんで、うん、もうここで就職するから、うん、YouTube とかすまんっていう風に断ってたんですよ。はあ。何度かアプローチしたんですか。じゃあ5回目で OK でした。恋愛だったらちょっとストーカーそうね、いやもういいだろうっていうね。だからやっぱ仲が良かったんで遊ぶんですよね。あ、そっかそっか。で遊ぶたびに帰り際に YouTube どうみたいなことを毎回聞いて、うん、いや俺はもう就職するよみたいな感じで断られて、で俺諦めないからねみたいな感じで何度もアタックして、5回目の時に、うんうん、じゃあやるかみたいな感じで、5回目で OK もらいましたね。なんかそれは変わったんですか、仁太の中で。いやもうこれに関してはもう熱意ですね、うん、手を組む熱意がすごいっていうのと、うん、あとやっぱりさっき言ったようにガンガン行こうぞタイプなんで、うん、絶対俺たちならできるよっていう風にすごい言ってくれてたんですよ、うん、なんでちょっとやってみようかなって気持ちになったんだと思います。はあ、うん、そこからですよ、もう怒涛のストーリーが始まりまして、結成したからには毎日投稿したい、うん、その時まあ YouTuber と毎日投稿するのはね、まあその基本というかそういう時代だったんですか、うんうん、そうですね、みんなが通る道みたいなのはありました、ね、うん、まあ売れるには毎日投稿からだって言ってですね、毎日投稿するとなったらこれは一緒に住もう、その方がいいということで同居してるんですよね。そうです。これ結構います、みんなそういう YouTuber さんいるんですか。いやどうすかね、やっぱもともとその知り合いで一緒に住むとかはあるんですけど、うん、もう全く高校も別で出会ってから間もない1年ぐらいしか経ってない人で一緒に住むなんてのは聞いたことないですね。うん、そうか、でも撮影も編集もありますもんね。うん、でもいいじゃないですかこの同居とか。蛍原さんとしてました同居。え、なんで NG ワードなったんですか。NG ワード。いや、解散しただけでしょ。そのワードだけ。音になれへんの、聞こえなくなっちゃってんの悲しい話だよ。それだけ出へんの。どうなってんすか。え、相方さんと同居とかなかったの。同居はないけど、あ、ない、まあほぼなんか毎日のように会ってるっていうのはありましたけどね。でもやっぱりコンビで同居なかなかないよね。同居はなかなか、だからすごく相性が良かったんでしょうね、うん、でここですごいのが、うん、ね、この先ほどのマリオ&ルイージラップでバズった2人なんですよ、うん、その後に武道館を埋めるほど音楽的才能のある2人なんですが、なんとこの1年目でヒットさせたネタはそこよりも違うネタなんですよね、うん、実はですね、大食い系で1年目攻めていくんですよ、うん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 、これがその1万円コンビニで使い切るまで帰れまてんとか、うん、激安のマクドナルドで1万円使い切るまで帰れまてんという1万円生活っていう、まあ、そのまた黄金伝説みたいなね、あれとくっつけることによって、まあ、新しいものにしてですね、こうみんなが買えるものを大食いするという企画、これどういう風にこうやろうぜってなったんですか。もっともっと自分がすごい大食いだったっていうのと、そうなんですか、結構食べるんですよ。全然そう見えないんですけどね、うん、それ普通の人よりは食えるくらいなんですけど、うん、で、1万円企画を考えるときにやっぱりこうテレビの番組をまずやっぱ見るんですよ、うんうんうん、めちゃめちゃ、うん、でウィキペディアとか、うん、もうそれこそいろんな番組でいろんな企画を見て、うん、やっぱりその帰れま10企画面白いなっていうのを思って、うんうん、でそこでそのちょうど1万円っていう、うん、ちょうどこう頑張れば出せるっていうような値段を2人で食べきるっていう映画面白いなと思ってやってみたらすごい人気で、これがね信じられないぐらい再生されるんですよ。このそこら辺がね、僕はすごく、あー、これは俺は大人になってしまったんだと思ったのが、うん、なぜ1万円をコンビニで使い切るとみんなが見るのかが、そのね頭でちょっとだけわかるんだけど、なんかそのねグッと入ってこなかったんですよ。確かにたくさんのメニューが見れたらいいんだろうな、見たいんだろうな、でもなんかね僕の中でこう、あ、この感覚俺大人になっちゃったんだって、そのなんか分かんないんですようんうん、うん、ここら辺でもなんか当たるなって思いました。テオさんも
マック行った時に子供の頃とかって極力安くするじゃないですか。確かに。ハッピーセットとか数百円ですもんね。はい、500円以内に収めるとかって頑張って抑えてたものを1万円も買える、うん、でしかもそれを食べきらなきゃいけないっていうところをみんな見たいんじゃないかなっていうのは思いましたね。いやこれがね、要するに歌でいきなり行かずにこっちに行ったことがすごく面白いなって思うんですよね。あ、じゃあでもこれも発端はじゃあ、ジンタンだったどうですか。そうですね、大食いだから、はい、うん、でもねここも面白いんですけどね、ディズニー系、うん、これもね、うん、いや思いつかないわって思うんですよ大人になってしまったっていやさ、このね、ディズニーでかくれんぼするとか、ディズニーで1万円使い切るとか、このディズニー企画もめちゃくちゃ回るんですよね、うん、そうですね、やっぱ確かになんか一時期 YouTuber の人がディズニーでよく撮ってるなーっていうイメージはあったんですけど、うん、まあ、結構それの走りに近いんですかね。ちょいちょいいたんですけど、うん、この時自分たちが初めてやったのがディズニーウィークっていうのをやったんですよ。へー、まあ、1週間、うん、7日間ディズニーでの動画を上げるっていうのをやって、うん、毎日行くという、うん、いやでも取りだめするんですけど。そうなんですよ、だから2回くらいシートランド行って何本か取って毎日あげるっていうのをやってたんですけど、うん、だから多分その印象がついたのかなっていう、うん、はあ、うん、でもこのね1年目で大体どれぐらいまで行ったんですか。1年目で100万人行きましたね。来ました。もうですよ、ブラボーブラボー。その後芸能人が来てその記録は塗り替えられていくんですけど、たった1年ちょっとでですね、100万人まで行くっていうのはその頃、まあ、かなりの記録だったんじゃないですか。そうですね、3位とかでしたか、ね、歴代3位の記録。すげえ。だからもういまだにだからですね、この2人負け知らずで駆け抜けてるんですよ。バインやったらバズるし、ツイッター上げればバズるし、 YouTube やってもバズると、あっという間に100万人だということでですね、そのコンビ爆発時代のこの2年目を迎えるんですけども、うん、この歌系が爆発します。ビジネス図書館東京は本要約の動画配信サービスです。1動画15分300本以上の動画を学びたいジャンル別に分けているので、忙しいビジネスマンでも効率よく学べます。月額500円から今なら30日間無料でお使いいただけますので、ぜひお試しください。